じゃあ今の情報をまとめよう。まずは世界に関すること。老宮と桜花はもともと一つの世界だった。火星暦の100年以上前に術はそれを二つの世界に分け、もしくはもっと正確に言うと、小尺をはじめとした術は影の呪いを老宮に残すことで、大崩壊の影響を受けずに新たな世界の泡で桜花を再建できるようにした。厳密に言うとそれはあくまで一つの推測だ。あなたたちが通路を安定させ、世界の泡に対し正確な測量を完成させて初めて結論として認められる。事後諸葛亮をするつもりなら黙ってて。私たちは数学の証明をしてるわけじゃなくて探検してるんだ。質問。事後諸葛亮とは？まあいい。二つ目の問題をまとめよう。今のところ週末のアンカーを継続して観測してみたけど、以前の状況と比べて新たな変化があることが分かった。親切の話によると、以前のようなレベルのエネルギーの爆発はもう起きないだろうけど、意外なことに何かが活性化してるらしい。うん、原因は不明だけど、外からのエネルギーの刺激に対してかすかな反応があるんだ。こういう風に実験を長く続けられたら、私たちもその使い方を見つけられるかもしれない。だがドニグルはすでにその手段を得ている。ドニグルは犬じゃないの？私たちが今話している術が一体何なのか考えたことはないだろうか？もったいぶらないで。老宮の前身であるアンカの歴史には、かつて一人の暴君がいた。彼女は自身の進化を忌み嫌うとき、相手に貴重で稀有な移住を可視していた。滅多に見られない移住をきちんと世話したければ、その進化は家の財産を使い尽くすしかなかった。きちんと世話できなければ、暴君は進化の手抜きを理由にして、相手を殺せる。私から見ると、術の才能とはそのようなものだ。まあいい。コミュニケーションの効率のためにその論証過程は置いておいて、結論を先に言った方がいいって提案させて。それも合理的だ。何せあなたたちと私の考え方はかなり違う。当初魔物退治、そして親戚独占のために二つの世界のあらゆるものを隔絶させた者がいた。今のあなたたちが運命のいたずらによってそういう垣根に阻まれているのなら、釘を抜けばいい。論証過程は置いておいて、結論を先に言った方がいいと提案してきたのはそちらだ。先ほどの方針に従い、このまま向かってみるか。それを見ればどういうことかわかるはずだ。いいけど、どうして今回は瞬間移動じゃなくて走って向かうの？方針は同じだ。等価交換。今は先ほどの初対面の贈り物時間とは違う。小尺の代わりに無料で情報を提供しただけでも大きな損をしている。来た。これを釘って呼ぶべきだとあなたはそう言いたいの？同じ道具の身としてみれば、少なくとも機能性と比べてもサイズは特に取り上げるべき事項ではない。それに術の力の媒介なのに緻密な作りをしていたらむしろ不便だ。機能性？その通り。
クコ殿狼の刑に使われる道具だ。あなたは大崩壊という名詞を耳にしただろう。世界が徐々に抽象的な海に沈んで、不可逆的な終末が近づいてくる。前から疑問に思ってたけど、あなたたちの大崩壊ってそんなにシンプルなものなの？つまり他の現象はないの？ハリケーンを操る少女とか、幻覚を見せる羽とか、そういう類のもの？全然。私もそういう話を聞いたことはないよ。ただ偶然大崩壊という名前が一致してるだけで、全てが終焉とは無関係っていう可能性もあるのか。じゃあ今のところ大崩壊はもうあなたたちを困らせる災害じゃなくなったってこと？その通り。あなたが今見ている七釘のおかげだ。正式名称は分野庭園七星月。これがそのうちの一つだ。無論これは別の話になるが、実際に大崩壊が訪れる前は、老朽の住人にとってむしろ影の方がより危険な存在だった。影がどのように生まれてきたのかは誰も知らない。影自身もそうかもしれない。人々が確信できるのは、術というのは自身の恐怖を屈服させることで影に足を踏み入れ、その力を使う者たちのことだ。それによって彼らは凡人とは違う様々な能力を手に入れ、人々のために魔物を退治し、最終的に四大至高の功績を挙げた。彼らは影の力を釘の中に注ぎ、世界を飲み込もうとする大崩壊の潮汐に抗い、沈む運命から救った。さらに影を改良して回収を可能にした。以上の内容は老朽の古書によるもので、その信憑性については責任を取らない。ちょっと、器具であるあなたは術の一員じゃないの？文献を引用すれば自慢話にはならない。しかし文献を引用しているからこそ、その信憑性に対して責任を取ることはできない。他に聞きたいことがあるようだ。あるにはあるけど、影の力を釘の中に注ぐ、それもあなたが前に言ってた栄養？その通り。あの偉業を成し遂げた後、たとえ術でもほとんどの力を失い、7人のうちの5人と5分の4が眠りに落ちた。何その分数は？少弱は1人、私は5分の1。私たちを除けば5人と5分の4ということだ。とにかくこれから私たちがすべきことは、釘を一時的に抜き、術の力をその体に戻すことだ。大崩壊がまた発生したり、あるいは一部の術の敵意を招いたりしない？そんなにすぐには来ない。それに私を信じて。あなたの仲間がここに来て、また桜花に行った。そのため私の考えだが、釘を一時的に抜けば、あなたは仲間たちと再会する機会ができ、私たちは術から感謝される。その後はあなたたち、つまり術が一緒に他の潜在的な問題を解決するってこと？無論だ。桜花に問題が存在するなら、老朽も無事ではいられない。逆もまたしかり。一理あるように聞こえるけど、一方的な話なのも確かだね。それなら少弱が戻ってくるのを待って、みんなで確認するといい。実を言うと、彼女はペテン師として半人前だ。彼女が欺瞞しようとすると、すぐにみんなに見破られる。じゃあその次は、仮に私たちの意見が一致したら。私は釘の中の影を解放するよう試みる。その過程で必然的に相当な数の怪物が中から湧いてくる。私がその作業を続けられるように、できるだけ怪物を倒してほしい。
その理論はよくわからないけど。覚えているだろうか。等価交換。簡単に言うと、これからあなたにしてもらいたいのは、その怪物たちを代価にして、私に力を与える回収だ。私が目の前の釘を動かせるように。これは仕方のないことだ。釘を残した男は死を求めていたが、武勇だけなら完全な私よりも上かもしれない。無論、あなたがあちこち走ったりする方がいいというなら、他の場所の怪物だって栄養にできる。しかし、現地調達ほど便利ではない。そうだろ？あなたって、知ってることを全部教えてくれるタイプなんだね。ちょっとラグがひどいけど、ヘリア、こいつの話を聞いてたでしょ？あなたと親切の判断は。あんたがそう質問するってことは、もう決めてるんでしょ？その通り。器具の意見に従うつもりはないけど、こいつの言う方法をできるだけ早く試したい。あなたは案外いい人だ。かつて私が裏切られた時、彼らは何一つ言わなかった。さあ、今回の行動にテストの意味合いが含まれているの。やっ、向こうの攻撃性が強くなった。へえ、タルモ、ターゲットは私じゃない。えい、パワー全開。